ミスワカメの勝田さんです。勝田です。どうぞよろしくお願いします。ですね、ストーリー55ではたくさんの食品を扱っているんですね。でもちろんあの地元の農家の大館さんのトマトは本当に人気商品なんですけれども、こちらは黒い食品の代表選手で最近とてもよく売れています。塩蔵わかめという字が読めるでしょうか。はい、これはですね、辰澤さんのお里のわかめなんですよね。はい、そうなんです。はい、今はあの母と弟が2人で、養殖をして加工して、で私が今こちらで販売させていただいてます。ね、このわかめはなんか皆さん本当に買っていただいた方が柔らかくて美味しいって言ってるんですけど、本当になんかあの他の例えば外国産と比べると違いますよね。そうですね、私もこれは自信を持って皆様にお勧めできる品物だと思っています。今はいろんな外国から入ってきて、もしかしたら産地が違ってたらっていう不安を持って召し上がっていただいている方がいらっしゃるかと思いますが、これは本当に種付けから製造販売まで私の実家で作っているものなので、本当に安心して召し上がっていただけるものですから、どうぞ一度召し上がってみていただいたら嬉しいと思います。はい、使い方なんですけれども、これ塩がついているんですけれども、どんな風にして戻したらいいですか。はい、こちらは一度塩水でボイルして塩蔵してありますので、お水で1、2分ですかね、塩抜きをしてからそのまま召し上がっていただけます。あとはお吸い物とかに入れられるときは直接お椀に絞ったものを入れて火で煮ない方が歯ごたえもよく食べれます。で、一番のおすすめはやっぱりサラダとか生で食べていただくのが一番だと思います。わかめを食べるときれいになりますね。はい、髪も黒々とお肌はツルツル、体にとてもいいと思います。はい、あと他にもわかめの他にも製品はあるんですよね。はい、わかめの芯の部分を茎わかめっていうんですけども、そちらも塩抜きして煮物などにして食べていただくと歯ごたえもよくて、最近人気の商品ですね。そうですね、はい、茎わかめはこの間辰澤さんが作ってくださって、ふきと一緒に煮てあったのがとても美味しかったですね。はい、あちらはもう本当にもう硬いのが好きな方は10分ぐらいで出来上がりますし、もう少し柔らかめっておっしゃる方はもうちょっとだけ歯ごたえを見ながら煮ていただければ、どなたでもお子様からお年寄りまで美味しく食べられると思います。お値段を教えてください。はい、わかめは 200g 入りで500円、茎わかめは 300g 入りで300円になります。安いです。はい、はい、ぜひ上手に調理して美味しく召し上がってください。よろしくお願いします。